昨日の生放送内にて新規参戦の発表があったんですけども、こちらですね、なんとご注文はうさぎですかですね、ここに来てようやく参戦のようです。で、こちらアニメなんかも大好評ですね、アニマエールですね。こちら両方とも要注目ですね。で、こちらですね、イベントの最終のクエストですね、極みクエストをやっていきましょう。こちらはドロップアイテムなんかもないので、フルパーティーでいきましょうね。本日より実装されたこちらのトレードショップのですね、こんばんは。ご所どれにする？こちらですね、武器&素材のところにクレアのキーレプリカっていうものが追加されています。これはですね、生放送内にて、デザインされたものですね。こちらも使えるので、こんな感じに味方単体にリカバリーを付与なんていう便利機能ですね。これもちゃんと交換しておきましょう。交渉成立。今回はこちらのキーレプリカも持っていきましょうね。メンバーもフルメンバーですね。こちらドロップ関係ないんで、もうフルメンバーでいきましょう。ではちょっとやってみましょう。いきます。ゆっくりでも。こちら初挑戦なんでどんな感じになるのかやってみましょうかね。いきます。よし。うわー、ここも混乱やってくるんですね。お、解除してくれましたね。あ、これか、リカバリーってこれですね。ただこれも使いどころなんですよね。花ちゃんがうまいこと混乱を解除しきるまでに自我を戻ってくればですね。これですね、ここのところですね。やし放題だぜ。よし、なんとか耐えましたね。これ水属性じゃないとちょっと厳しいかもしれないですね。すかさず回復を入れていきましょう。私、なるほど、それでしてるの。花の傘張り技術には注目しているのよ。よし、いいですね。みんなごめん。これでとておきの3までですね、やっていきましょう。まあ前回と変わらないですね、この辺はね。リカバリは全体だとやりやすいのかもしれないですけどね、単体だとちょっとあれかもしれないな、ね。まあ、そういうなんかスキルが出そうな感じはしますよね。あと1回ぐらいですね。じゃあまだ早いかな。でももうちょっと行った方が良さそうですかね。この花ちゃんのとこですね。あ、危ない危ない危ない、ね、ここですね。で、ここでいつものクリティカル確定をやっていきましょう。いきます。どうしようかな。ここ攻撃に変えちゃってもいいんですよね、本当はね。攻撃に変えちゃいましょうかね。よし、もうフル火力でいきましょうね。クリティカル確定でいきましょう。で、とっておきを使いますですね。順番どうしようかな。この辺も火力強いんでね。まあでもこっちからでもいけますね。いきましょう。もうとっておきもなんだかんだちょこちょこやっていったらこんな感じに上がってますね。よし、1回目ですね。これ削り切れるかな、どうだろう。3回目いけますかね。4、いけるか。お、どうだろう。ちょっと残っちゃったかな。ちょっと残りましたね。あ、でもスタンしますね。こんな感じでスタンしますね。行くぞ。よし、じゃあとどめさせちゃいましょう。よし、こんな感じで勝てました。これも星4のパーティー編成ってなんとか勝てそうな感じはしますけどね。よし、こういう感じにノーコンクリアできましたね。よし、僕の方ではこんな感じに勝てました。で、こちらのチュートリアルで行える10回召喚あったんですね。あれがですね、なんとこの星5の対象キャラクターですね、好きなものを選べるようになったみたいです。で、 UI なんかも新しくなったみたいですね。こちらのアップデート情報に載っています。で、なんといってもこちら
もともとやっている方は結構気にかかっている人も多かったんではないでしょうか。こちらのとっておきのスキップ機能ですね、ようやく実装ですね。であとこのバトルの終了後にもう一度挑戦する機能ですね、これ連続して周回するときなんかに便利そうですね。あと身長が小さいキャラクターって結構あったんですよね、こうバラバラだったんですよ。これがどうやら治るみたいですね。まだまだ機能アップデートなんかもあって面白そうな作品ですね。